んにちは、まちゃるチャンネルです。今回ははやぶさ2の展示ですね。科学で行われているはやぶさ2の展示について紹介していきます。期間めちゃくちゃ短いのでお見逃しなく。まず地球館の2階に行ってください。こちらがもうほぼはやぶさ2の展示の専用スペースに近づいてますので、こちら入っていっていただければ、各種写真がまずパネル写真がお出迎えとなります。H2A 型ロケット26号機によってハヤブサ2は打ち上げられました。ハヤブサ2って何っていう方はですね、まあこちらの動画見ていただければわかるんですが、まあありきに言うと、惑星に着陸してサンプルを持って帰ってきたっていうやつですね。2020年の末に戻ってきました。で、サンプルを無事送り届けたのがハヤブサ2です。はい。ハヤブサ2が、まあ惑星ですね、糸川って言います。その前のハヤブサですね、2がつかないハヤブサは糸川っていうところに行きました。小惑星リュウグウにハヤブサ2は行ったんですね。タッチダウンとかサンプリングに非常にこう大きく成功したということで、あの成果が大きかったのがハヤブサ2となります。マスコットの分離などもやりましたね。これもあれですね、あの自動掃除機みたいなもう感じです。それでこううまく探知をしていく。あとで、あ、サンプルはちょっと写真は撮れなかったんですけど、はい、そういったものも展示があります。ルンバみたいな感じですかね。リュウグウには、合計ですね、大きなところでは2回のタッチダウンです。1回目は普通にタッチダウン、2回目は、銅の弾丸を打ち込んで、クレーターを作ってタッチダウンという形で、こう、パーフェクトなミッションを達成しました。ターゲットマーカーなどですね、これを下ろして、ここを目印にタッチダウンを行う。着陸ではないんですよ。ちょっとこう、さっとこう、リュウグウに触れて帰ってくるみたいな形です。当初の予定ではもう本当に数百メートルの範囲でっていうところが、もう本当に精度20メートルとか何メートル単位で精度でこうタッチダウンができたので、まあ国際的にも非常に高い評価を受けたということです。惑星の調査だけがメインではなくてですね、イオンエンジンのテスト、そういった着陸のノウハウなどなど、様々なミッションが複合されているのがはやぶさ2です。そしてカプセルは去年末に帰還しております。その後はやぶさ2はどうなったかについてもこの後紹介していきます。前回のマップ、地球間2階ですね、大きくは3ブロックに分かれています。ゾーン1、ゾーン2、ゾーン3ですね。はやぶさ2打ち上げのクイックレビューとかの動画があったりとか、帰還までの奇跡とか、あとゾーン1は歴史とかが多いですかね。ゾーン数はカプセルの回収についてのこう関連した展示、非常に重要な展示です。はい、これがタイトルですね。はやぶさ2再突入し、カプセルを無事に地球に降ろしたということです。ゾーン1は宇宙開発の歴史全般についての紹介と、あとはやぶさのプロジェクトの意義というか意味合いですね。小惑星リュウグウのサンプルを収めたカプセルを私たちに届けてくれましたということです。そのサンプルが、では来ているのでしょうか。さあ、それはお楽しみにしておいてください。フルバージョンの映像等もこの 3D ことで読み取れば見ることができます。はやぶさ2のそもそものミッションですね、探査機という名目になってます。リュウグウにスイングバイを繰り返しながら、到着しておりますね。小型ローバーを分離したり、あと、クレーターを作って調査をしたりとか、さまざまなミッションを成功させています。打ち上げ、軌道、スイングバイ、あのスイングバイっていうのはあれですね、引力を利用してグイーンとこう、その、ね、遠心力を使って一回引き寄せられて遠心力を使って惑星に到達するっていう、そのエンジンの
その燃料のみを使わずに遠い惑星にたどり着く手段ですね。そしてリュウグウにたどり着いてタッチダウン。人工クレーターの形成、2度目のタッチダウンなどなどを達成しました。そういった展示になります。まずこれはゾーン1ですね。宇宙開発の歴史について大きくは3本の柱がありましたよっていうことを組織別に紹介していきます。日本の宇宙開発は1955年東京大学の糸川英夫博士による長さ 23cm のペンシルロケットから始まりました。これのレプリカも展示がありますのでぜひ見ていってください。宇宙開発自体は日本は後発にあたりますね。ミサイルロケットの開発をしてなかったので、そういう意味では後発組にはあたりますが、大きな成果を上げているということになります。独自の技術をかなり発展させてます。固定燃料による固形燃料ですねの制御などなど、日本独自のこうハイパーな技術も存在してます。海外だと液体燃料ですね。日本の宇宙開発の歩みについての歴史年表です。旧宇宙科学研究所、旧宇宙開発事業団 NASA、 これ有名かもしれません。 NAL、 旧航空宇宙技術研究所ということで、この3つの柱で日本の宇宙開発は始まっています。別組織だったってことですね。今有名な JAXA は2003年に統合されて宇宙航空開発研究開発機構となっているということですね。なので今回の成果は JAXA の成果ということになります。さまざまな歴史を見ていくことができるので、ぜひこの年表もご覧ください。近年の部分だけちょっと映像に収めました。H2A 型ロケット、糸川、リュウグウですね。これに関わるミッションなども近年では紹介されています。リュウグウの大きさと糸川の大きさの比較です。リュウグウ大きいですね。右下のとこにはスカイツリーとか東京タワーあるので、だいたいどれぐらいの大きさだったかがわかると思います。リュウグウの方は炭素成分を大きく含んでいるので、生物とか植物のその生態の起源を探ることっていう目的もあったはずです。あと科博の展示の、部分も生かされてますね。これらは常設展でもともとあったもの。はやぶさの実物大模型、糸川の微粒子実物などですね。これらは常設なので、この開催期間以外でも見れるようにはなってます。ただ関連してる展示なので、またぜひご覧ください。フリーフライヤー実験生ですね。 H2 ロケットで打ち上げられるってことで、はやぶさもそうですし、 H2 ロケットでほとんど打ち上げてます。そして、あとは糸川の微粒子、いわゆるはやぶさの方が持ち帰った微粒子です。これの常設の展示も行われています。本来は光学顕微鏡で見ることもできたんですが、現在はコロナ禍の影響でそれはストップしている状況ですね。なのでこう 電子というか映像でのみ公開されている、直接の光学顕微鏡では見ることができません。からサンプルですからね、マイクロサンプル、ぜひ映像だけでもご覧ください。 23cm のペンシルロケットについては模型がありますので、ぜひ見ていってください。あとラムダロケットはこの地球間の裏側に実物が展示されてますので、ぜひそれもご覧ください。あ、これは糸川の微粒子の本来光学顕微鏡ですね。今は見れません。ただし映像は見れます。
ぜひご覧ください。はい、これがゾーン2ですね。これ撮影禁止なので遠くからだけチラッと映しました。ここは本当に見どころが多いです。写真撮影できないので、一応こういったものがありましたよ。ハヤブサ2の主要搭載部品、10型イオンエンジン、ローバー、リブート、アウル、インパクターなど、あとタッチダウン地点の説明とともに展示されています。溜まって箱地点、結びコロリンクレーター、内での小槌地点、これ一体何でしょうね。割と皆さん聞きが良かったです。機械用パラシュート、サンプル回収、サンプルインストルメントモジュール、これらは本物です。実物が来てます。ぜひご覧ください。あとはゾーン2を抜けるとゾーン3の途中に糸川と、あ、ごめんなさい、ハヤブサとハヤブサ2の模型があります。いろんな角度から見れますので、ぜひご覧ください。ハヤブサはどうなったかっていうと、ハヤブサは大気に突入して燃え尽きました。ハヤブサ2はどうなったか、これはこの後わかります。ちょっと切ないお話になります。回収カプセルは地球に降り立ちましたよね。ただこういった衛星自体は地球に降り立つ機能はありません。ハヤブサは大気に突入で燃え尽きたんです。カプセルを残して、ハヤブサのミッションは非常にこう難儀っていうのは非常に難しかった面が多いんですね。予定外のことがたくさん起きて、なかなかこうサンプルを持ち帰るのも至難の業だったと言われています。さあゾーン3ですね。ここでは小惑星などの全体のミッションやらそういった模型があるので全容がつかめると思います。あと戻ってきたサンプルは今どうなってるか。そう、サンプルはまだここには来ていないんです。さすがにまだ分析中なんですね。小惑星糸川、リュウグウ、この糸川から微粒子が持ち帰られたことによって隕石とそういった宇宙から来たものは同じものである立証が立ちました。だって宇宙から実物を持って帰ってきたらこれが初になりますので。さあ、あとは小惑星とその探査についてってことですね。結局その隕石や小惑星が来てる元になる場所や由来っていうのは確実に証拠が揃いました。あとはそこに対してどれだけこう細かな調査が行われているかいくかってことになります。そのためにはサンプルのキュレーションと分析が必要になるってことです。ハヤブサ2が持ち帰ったサンプルは今キュレーションや分析を行われている真っ最中だと思ってください。その模様について映像が、ビデオ映像がありますので、これは写真撮影できなかったのでぜひ現地でご覧ください。実際に使われている機材と同じものはここに来てます。まあもちろんこういったものをそのまま直接手で触るわけじゃなくて、こう特製のこうケースに入ってて特製のその手袋のようなものに手を突っ込んで、もう本当に遮蔽された状態で全てサンプリングや分析を行ってるって映像があります。カプセルの中にあったそのキャプチャ、3つか4つの室に分かれてます、部屋に。それごとにこう開けていって分析を実施していってるはずです。サンプルコンテナ、これがあれですね、キャプチャーの外側ですかね。この外側にもこういろんなものがついてたっていうのが有名になりました。まあ、かなりの細かい作業を今、地球のものが入ってしまったらもう物証としては弱くなるので、とにかく細心の注意を払いながら今分析を行ってます。
とにかく不純物が入らないように必死で今こう遮蔽した状態でサンプルを分析するっていうのが非常に重要なミッションになってるということですね。パネルでも展示がありますし動画でもありますので、ぜひ見ていっていただければと思います。超ミッション、ハヤブサ2はどうなったのか。これは地球にカプセルを下ろした後、次のミッションに向かっていったんです。そう、ハヤブサ2は地球には戻ってくることはもうないんです。遠い遠い星を探査する追加ミッションを課せられて、その使命のために新たな旅に出ていったんです。もう戻らない旅です。でもこれは成功したからこそ与えられた名誉なんです。だからハヤブサは地球に貴重なサンプルを下ろした後頑張ってきますということで、次の大きなミッションにまた向かっていったということでした。切ないですけど、そういう意味では大きな成果を上げたものだけに許される栄光のミッションに向かって、片道切符ではあるんです。そのミッションにハヤブサは胸を張って出かけていったので、皆さん応援してあげましょう。ハヤブサ行ってらっしゃいということになるんじゃないでしょうか。新たなミッションは非常に難易度が高いようです。大きさも非常に小さい惑星にランデブーやもしかしたらタッチダウンをするかもしれないと言われてます。そういった大胆なミッションを行えるのも大きな成果を上げたからなんです。成功したからこそ次の大きなミッションに挑める。ハヤブサが行った成果はとても大きかったと思ってください。今回の動画は以上になります。科博では様々な宇宙系の展示、隕石の展示も行ってますので、この開催期間自体は非常に短いので、可能な限り4月11日までに行っていただければいいと思います。行けなかった方も一部の展示は常設されてますので、ぜひ行ってみてください。4月11日までなのでお急ぎください。国立科学博物館の地球館2階に行ってください。もうほぼあと1週間です。貴重なサンプルだらけなので、そんな長期間多分出てこなかったんでしょう。では今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。さよなら。